おはようございます。ここは有珠山サービスエリアです。函館の方に向かっております。ものすごい爆風。車がずっと揺れてます。いや、寝れんかったか？すごい揺れてたな。ボンボン揺れてたな、今日。ね、ちょっと風が弱まってる今のうちにすぐ移動したいと思います。躊躇してるとまた風が来るんで。スタートします。すごい風やったことない？すごい風だった。怖かった。何回何回も揺れて倒れそうな感じがするもんな。倒れそうな感じがした。体感的にな、うん、やっぱ。ほんでしかもうちらはあの上で寝とるから余計揺れるわな。もうスピードも出せねえしさ、うん、朝早くて交通量が少ないうちの方が迷惑かけんかも、うん。キャブコンあるある、これ。ハイエースの時もさ、風には苦労しとったやん。まあ、キャブコンは本気で苦労するな。苦労するっていうか、本気で怖い時あるもんな。ね、とりあえず、次のサービスエリアを目標にまず行きます。はい。あのハゲ取るやつね。あれが昭和新山。雲が垂れ込めてる山。前青木山。あれが好きだよね。気温16度。これちょっと肌寒いわ。あとさ、寒くなってさ、ちょっとシュラフかけたもん。うん、寝るとき1時間エアコン入れたやん昨日。朝はさ、寒くてシュラフを使うときさ、ただちょっとやっぱ湿度が高いな。ゼロ、風速ゼロ。全然だって動いてないもん。風が強いと思ってそこで出てきたのにな。すごい輪立ちが、これでフラつくんだよね。フラーって風、すごい風。怖っ。怖い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 。海のそば来ると風すごいね。吹いてるね。すごい風吹いてる。行けるとこはやばいな。17度。雨降ったり曇ったりすると急に気温下がるんだな。もう足冷たくなってきたわ。靴下履いてないもん。そう、慌てて出たから。そう、半袖も寒い。寒いな、ほんと。ヒーターにする？ヒーター。少しヒーター。天気悪いね。またまた来ました。3回目。今回3回目。同じとこ3回も来るなんて珍しい。3回目の噴火湾パノラマパークです。昨日パンク修理で苫小牧まで250キロ戻って、有珠山で車中泊して、今やっとここに戻ってまいりました。ほぼ降り出しに戻った。で、天気こんな状況なんでどうしようかな今日は。とりあえず大沼公園の方に向かって、まあ、せっかくなんで、美味しいと教えてもらった団子をゲットして、ほんでまあ洗濯でもして、時間があったら、うん、五稜郭、うん、の方に行ってテラたち遊ばせたいと思います、うん。でとりあえず今からここでテラたちをトイレ出し、はい、なわけで今日の計画はそういう感じです。寒い。なんじゃこれっていうぐらい寒いっすわ。もう
遊び出したか。すごいなスピードが。写真は難しいな、こいつらは。よっぽど楽しいらしいな。やめろ。ピコハイテンション。楽しかったな、テラ。テラ、終わりだよ、帰ろ。死ねるじゃん。無理。お前ら無理。無理だから。あ、しんど。待てて。はい、楽しかった。じゃあ大沼公園へ向かいます。なんかよかったね、二人遊べてさ、テラとヒコが。楽しかったね。楽しかった。ほら、人探しが人探しが結構風がある。ちょっと明るくはなってきたんだけどね。右手は子供でございます。子供でございます。右が子供、左が子供。公園100円今のや、元祖大沼団子買ってきます。大きいのを買ってきた。沼の屋でした。今東大沼キャンプ場に向かってます。まだご飯食べてないからね、犬たちもみんなご飯食べないと。朝ごはん、またまた来ちゃいました。なんか今回はさ、同じところを何回か行ってんね。くる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 。今回ちょっと道南地ったけど、こじんまり回った感じで、ね、ちょっと広大さを味わえてないな。もういっぱいいるね。まだいるじゃん、この人も。一番端っこの。あ、本当や。お盆中はここにいたりして。今ね、大沼公園まで戻ってきて、東大沼キャンプ場で朝ごはんします。今回の旅2回目のキャンプ場です。先日来た時には売り切れてた大沼団子、今買ってきました。ほら、こっちがごまで、こっちがあんこ。ごまとあんこ、早速朝ごはんタイムにします。もうピコはもう支度してるとこガン見。テラは自分のができるまではまだだろうみたいな、な余裕して、匂いがしたらダッシュしていきます。ピコのアフロやめろよ、やめてくれよ、私のアフロやめてくれよ。指がさ、第一関節ぐらい埋まる。何やってんのって。はい、ティラちゃん、朝ごはんタイム。マウス、ハンド、チェンジ、よし。ハンド、ハンド、そう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 、はい、チェンジ、こっち、ピコこっち、はい、チェンジ、そう、チェンジ、はい、マウス、そう、オッケー。
室蘭まで菊池さんが来たって書いてある。そうなんだ、すれ違いじゃんとか言って。ちくわパン、ちくわパン、ちくわのちくわパンじゃないよ、うん、いただきます。はい、あむ。だからいらんちゅうのそれは。、うん、ちくわ出てきた、出てきた、ほら食べてみた。卵、そしてこれからこの沼の屋で買った大沼団子いただきます。はい、じゃーん、こんな、じゃーん、こんな、なんかね、どっちも当日中に食べなきゃいけないんだって。こういう風なんやね、うん、コメント返信しながら団子食べます。いただきます。うん、柔らかくて美味しい。そしてこっちがあんこ、あんこの中に埋もれててさ、どこに団子があるのか分かんない。いただきます。あんこも美味しい。すごいピコが横で反応してる。って鼻を鳴らしてます。いただきます。みたらしや。なんだそれ。お家が柔らかくて美味しいね、うん、どこにあるかが、そうそう、埋もれちゃってさ、どこにあるか分からん。探してた、食べてください。でもぎっしり入ってるから、はい、はい、あんこやけど。あんこだよ。美味しく食べてます。でお腹いっぱいになったので寝てます。こちゃんも寝てます。そしてなぜか森松、森松荷物が満載で寝れないんだよね、後ろのベッドに。昨日からの疲れで寝てます。抜けました。これで缶として捨てれます。自治体によって開けていいとか開けていかんとか、うん、開けてもいいときはここ、これ。グッて。開いた、開いた。これで大丈夫って。こういうこと。はい。コミットを一度下ろします。ゴミをここに入れます。もういっぱいだよ。長々と休憩いたしました。はい、これがうちの車遊びパターンです。やっぱりカヌーは出せんな、うん、1日泊まるっちゅうのもありかな。でもな、天気悪すぎて、うん、ちょっと出す気になれんな、うん、降るときドバーッ降ってピッて止まって、うん、またドバーッて来るもん。そうそうそう。今は、白鯛牧場の展望台に向かってます。